ということで、ガンダムワールド2016、in 福岡天神ですね、本日7月15日に、行ってきました。やっぱりガンダムのイベントに行くと、まあ、その時間はですね、もうガンダムの世界にこうどっぷり浸ることができて、本当にね、幸せな時間を過ごすことができます。それで、まあ、前回というかですね、前に行った、ガンダムライブエキスポですね、パシフィコ横浜で、開催されたものなんですけれども、そこでですね、僕はね、グッズがね、買えなかったんですよね。で、理由はね、こちらの動画で確かね、お話ししてると思うんですけれども、残念ながらね、グッズを買うことが、できなくて、僕の中ではね、あれもう悪夢、悲劇、という感じでですね、本当にね、もうパシフィコ横浜の悲劇と、言っていいですよ。もうそんな感じでね、僕の心の中にね、後悔のね、念としてずっと残ってたので、今回はね、しっかり、グッズ買ってきました。ということでね、ここもうね、画面に映っちゃってますけれども、 T シャツ、ガンダムワールドの T シャツですね。こんな感じですね。これはシャア専用ザクの、T シャツなんですけども、買ってきました。で、このね、この下のとこですね、ここに、ガンダムワールドっていう風に入ってまして、これはね、ガンダムワールドの、限定アイテムという、ものになります。で、さらにですね、もう今回買うという風に決めてきましたので、こんな感じで、缶バッジですね。で、こちらは、T シャツね、今僕が着てる T シャツと同じデザインの缶バッジなんですけれども、こちらもね、購入してきました。結構ね、大きなね、サイズが大きい缶バッジになってますね。あとね、入場するときに、これはね、なくなり次第終了ということみたいなんですけども、こういったね、ガンダムトライエイジ、ゲームですよね、そちらのカードなんかもね、もらいました。やっぱりね、イベントに行った時はね、なんかそのメモリアルになるようなね、こうグッズをね、買っていきたいなと。T シャツなんかね、特にそういった意味ではこう最適なアイテムなんですけれども、それがね、もうパシフィコ横浜ではね、買えなかったので、今回ね、ちゃんと、買うことができて、一安心です。こういったね、ガンダムワールドの、アイテム以外にも、ガンダムカフェのこうグッズであるとか、あとね、ガンプラも結構ね、大量にあったりとかで、このガンダムワールド限定のね、ガンプラなんかもね、販売されてますので、その辺もですね、なかなかちょっとね、こういろんなものにね、手が伸びそうになったんですけれども、僕の中でね、厳選してこの T シャツと、缶バッジですね、この、ガンダムワールドの、アイテムということで買ってきました。いやー、本当はね、もっともっとね、買いたかったんですけどね、もうお金に余裕があれば、ね、もう端からザーッとね、もう買っていきたいぐらいね、勢いがあったんですけれども、ただ、これだけじゃね、なかなか、もったいないっていうね、せっかくイベントが福岡でね、開催されてるわけなんで、もったいないので、もうちょっとね、かさばるものもね、地元の利というかですね、少々かさばっても、地元のね、イベントなので、持って帰れるということでね、こんなのもね、買ってきました。HG、リバイブ版の、144分の1 RX78-2 ガンダムクリアカラーバージョンですね。で、これは、今回のね、福岡開催ですね、福岡の、分から発売されたということで、犬一番ですね、僕は、買ってきました。で、もう一個ね、バルバトスのね、第6形態っていうのもあったんですけれども、そこはね、そこまではね、ちょっと手が伸びなかったですね。どっちか1個をね、ガンプラ1個にしようと思って行ったので、こちらをね、定番のガンダムとしては定番ですね。形としてはリバイブ版のガンダムなので、一番最新モデルの144分の1スケールのガンダムのクリアバージョンということになります。それでせっかくね、買ってきましたので、こちらね、開封してサクッとね、作ってみましょうかね。クリアバージョンなんでですね、墨入れやったりとか、ヤスリがけしたりっていうことはないので、普通にね、そこまでね、ゲート処理とかもせずに、パチパチっとね、切り出して、素組みでね、作っていこうかなと思います。おお、いいですね。ということでね、今回ね、しっかりと、グッズをね、買ってきたわけなんですけれども、このね、ガンダムワールドのグッズの他に、実はもう一個買ってきまして、
こちらですね、これクッキーなんですよね。でこれはですね、ガンダムフロント東京に行ったら買えるやつですね。ここにガンダムフロント東京と書いてありますけれども、ここでしかね買えないものなので、東京にね行くたびにこちらをね、どうしようかなと毎回ね迷ってたんですよ。ただね、やっぱりこれ大きいので、これ持って帰るのね、ちょっとバッグに入れたりしてもねかさばるんですよね。なので毎回ね迷うんですけれども、いっか今度来た時でいいやっていう感じでね、買わなかったものでね、今回ね福岡ね、地元の福岡で、イベントが開催されて、こちらもね販売されてましたので、あちょうどいいと思って、買ってきました。中のクッキーはね、普通のクッキーなんであれなんですけども、僕ね、この箱が欲しくてですね、ちょっとしたこう小物入れとかにもね、非常に使い勝手がいいので、念願のね、このガンダムのクッキーをね、買ってくることができました。それではね、せっかくなんで、開けてみたいと思います。ここからかな。よいしょ。なんだこれ。あれ？あれ、ちょっと待って、よいしょ。なんかね、なんかこういうのちゃんと開けれないんですよね。よし、よいしょ。それではこちら開封。あ、小袋に分けて入ってるんですね。あ、いいですね。こんな感じでね、小分けして入ってるので、僕はねこれ小物入れとしてね使おうと思ってたので、中がね全然汚れてないので、もうこのままね使うことができますね。いやいいですね。そして中身のねクッキーなんですけれども、これねいろいろ図柄がねプリントされて、こちらね RX-78-2、 そして、こちらはね連邦軍のマーク、そしてこれはねガンダムの頭部アンテナの部分、そしてこちらは連邦軍のねこう略称ですね。ここの、4種類の絵柄が、ランダムに入ってる感じかな。で全部で10枚入ってますね。あやっぱね、でもなんかこういうね絵柄かっこいいので、なんかちょっとね食べるのもったいないですね。どれからいこうかな。とりあえずこれからいこうかな。連邦軍のねこちら EFSF ですね、こちらからちょっとね食べてみたいと思います。どれから食べてもね味は一緒なんですけれども、それではいただきます。普通のクッキーですけども美味しいです。味的にはね結構甘いクッキーなので、ムーンライトほどはこう甘くなくて、マリーほどはこう硬いっていうかね、無機質じゃないっていう感じのね、普通のねクッキーですね。非常に美味しいです。もう一枚食べよう。これ何入れようかな。やっぱねこんな感じでねガンダムがプリントされてますので、できればガンダム関連アイテムなんかをねこう入れておきたいんですけれども、とりあえずね今んとこ小物入れとしてね欲しいなと思ってはいたんですけれども、何入れようっていうのはねまだね決めてないので、ひょっとしたらねプラモグッズね、ガンプラグッズあたりをね入れるかもしれないです。ウェザリングマスターとかねこの中に入れとくと、なくさないでいいかなという感じですね。